はい、こんにちはということで、今回ね、電動ハンディドリル、タミヤのクラフトツールナンバー41、電池式のですね、電動ドリルですね、を買ってみました。一応ね、1から3ミリのドリル刃を取り付けられますと。いうことでですね、ちょっとした工作に便利に使えるということで、結構昔からねこれ売ってるんですけれども、今まではね別にピンバイスあればいいかなと思ってたんですけれども、まあ、いくつも穴開けるのがねだんだん面倒くさくなってきたんで買ってみました。でこれです、気をつけてもらいたいのがこれ組み立て式なんですよ。さすがタミヤというか遊び心かなんかかちょっとあれなんですけれども、こんな感じでですね、なんとプラモデルになってるんですね。ランナーにくっついてるとねいうところですよ。さすがタミヤさん、工具も自分で作ってから、使えということらしいです。ということでですね、パーツ類一式なんですけど、こんな感じです。ということでですね、本体ランナーについてるからねすごいっすよ。ということでですね、これを組み立てて、ドリルとして使えるようにしようと思います。はい、ということで、出来上がりました。本体タミヤの電動ハンディドリルと、あとチャック部分ですね、1から2ミリと2ミリから3ミリの口金がついています。それとあとはサービスで2ミリのドリル刃が付属しています。で動かした音、ちょっと入れてみますか。このところに、ロックボタンがありますので、押すとこのドリル部分が回転しなくなりますので、これで、ギュッと締められます。あとここ、ロックボタン入れときますと、これが動かなくなりますので、まあ、なんかやるときにね、ロックボタンの方にしておくと、トリガーが引けなくなりますと。と、あと回転方向は1方向。普通のドリルの回転方向、ですね。逆回転はないです。ですので、刃が噛んじゃったときにね、逆回転して取るっていうことがちょっとできないかなと思いますけれども、そんなにトルクがないので、その辺はまあちょっと不便かなという感じはしますけれども、まあそんなに深い穴を開けるものではないと思いますので、まあそれでいいのかなという感じですね。それから回した音。こんな感じ。ちょっと大きいですね。中で結構減速してますからね。ということで、回転スピードそんなに速くないです。まあ、どのくらいの回転スピードかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、非常に遅いですね。です。まあ、どっちかっていうと、まあ、加工が、これくらい遅いと加工がしやすいかなと思います。あんまり早く動くと、ね、一気に穴開いちゃいますから、プラスチックなんかね。ですので、このくらいがちょうどいいんじゃないかなと、私的には思います。それでですね、穴なんですけど、今2ミリ。2ミリの穴ですと、比較的普通のプラスチックでしたら簡単に開きますということですね。いちいちね、大きいドリルというかリューターに、ドリルの刃をつけるというのもあるんですけれども、出すのがめんどくさいしですしね、ちょっとした加工にちょっと手元にあると、便利かなという工具ですね。ピンバイスでもいいんですけれども、何個も穴開けるときに、ピンバイスだとだんだん、めんどくさくなってきますので、こういうのがあると便利かなと思います。ちょっとね、手元に置いておくと簡単に開けられますので、非常に便利かなと思いますけれども、まあなくてもいいかなという感じはありますね。なので、余裕があればね、1個あると、便利な道具ではあります。ということで、今回は、タミヤの電動ハンディドリルの、紹介でした。次回もよろしくお願いいたします。